はい、皆さんこんにちは、トリーです。今日私ね、トゥボンカンといってちょっとウブドから離れた土地に来てるんですけど、でここにですね、すごい安くて美味しいワルンがあると聞いて今日は来ました。そういうことでね、今日はこちらでランチの方をいただこうと思います。今日来たのはね、イブコタという名前のワルンです。はい、お店こんな感じです。外から見るとこんな感じです。こうやってナシチャンプル、が食べられるお店でね、こうやってお店の正面にガラスケースの中におかずが入って、これをまあ指差しで、これちょうだいって形で、ナシチャンプルにしていただこうと思います。では早速お店入ってみようと思います。よいしょ、スラマスヤン、マカンディシニ、いやナシチャンプル、いやいやいや、おっ、住んでる？いや、OK。なんかいきなり自分で撮ってって言われたんで、自分でちょっとセレクトしてみました。今日ね、まずこれね、焼きそばミーですね。それからね、これゴーヤなんです。ゴーヤチャンプルムに近いですね。結構日本人は好きかと思います。でこれね、揚げ豆腐、揚げ豆腐をサンバルで味付けしたもの、それからピンダンって言って、この塩漬けの魚をまたこれ調理したものですね。それから、目玉焼きで、サンバルはねちょっと辛いんで今日はちょっと遠慮しました。はい、テレマカシー。それで飲み物はこんな感じです。エステ、を頼みました。じゃあ今日はね、これでいただこうと思います。いただきます。まずは、ゴーヤから、まさしくね、ゴーヤーチャンプルなんですよ。ゴーヤのね、苦い味もありますね。ただちょっとね、こっちのスパイス系の味がするんでね、ちょっと違うかなっていうのはあるんですけど、ゴーヤチャンプル好きな人はね、これすごい美味しいと思いますよ。そして揚げ豆腐、揚げた豆腐にいろいろ調味料を混ぜてます。あ、すごい味が染みててね、美味しいですね。そしてみんな大好きな焼きそば、このお店ね、あんまり辛くないんで美味しいんですよ。そしてこちらがね、ピンダン。ピンダンというね、なんてやっぱね、ウードとかは海から遠いんで、昔からこう海をサバとかね、塩漬けにした魚を食べることが多いんですよ。この塩漬けにした魚をちょっと塩抜いて、あとサンバルで味をつけて、これはね、5年揚げてあります。煮ちゃうやつもあるんですけどね、今はね、交通事情も良くなって、本当に新鮮な魚がウブドでも食べられるようになったんですけど、やっぱり一昔前はこういう塩漬けにしたピンダン、これぐらいしかね、なかったってね、言ってました。そして、まあ、目玉、これはもう安定の目玉焼きです。では残りをね、いただこうと思います。
ちそうさまでした。はい、ということでね、今このトゥボンカンのウェブコタでランチの方を済ましてきました。いきなりね、自分で取ってくれって言われたのにびっくりしたんですけどね、実はここ私初めてではなくて、なんかちょこちょこ寄らせてもらってるんですよ。でいつもはね、ブンクスなんですけど、今回お店で食べたのは初めてなんですけどね、まあ、そういうことで、ね、もうイブとも顔なじみってことでね、まあ好きなの取ってけみたいな状態でした。で、気になるお値段なんですけど、先ほど見てもらったナシチャンプルとエステ込みで2万ルピア200円です。かなりお安いと思います。ただね、おかず見てもらった通り、ほとんど鶏肉とかはね、僕取ってなかったんで、野菜中心だったんでね、それでまあこのくらいの値段になったと思います。これで、ね、例えばね、鶏のお肉とかそういうの取ったらもうちょっと上がるんじゃないかなと思います。ということでね、ちょっとね、場所がやっぱウブドから離れてるんで、旅行者の方が歩いてくるってわけにはいかないんですけどね、まあ、なんかの機会にこっから例えば電波サール方面に行く途中にお昼食べたいなとかね、あるいはちょっとバイクとか使ってくれるようでしたら、ぜひ一度来てみたらどうかと思います。結構お店も広くて綺麗ですしね、値段も安いし、味付けもね、そんなに辛くないんでね、旅行者の方にもいいんじゃないかな。実際外人の方も結構来られてるんでね、はい、と思います。はい、ということで今回の動画は以上とさせていただきます。この動画が面白かったよ、役に立ってということでしたら、グッドボタン、高評価、それとチャンネル登録をお願いいたします。またツイッター、フェイスブック、SNS で最新情報もアップしておりますので、こちらのフォローもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。